皆さんこんにちは。日本の国技といえばもちろん相撲ですね。相撲の歴史を調べてみると、古代から行われていたと言われています。昭和の40年代頃から庶民にテレビが普及し始め、相撲の時間はみんなでテレビを見て盛り上がっていました。そのような相撲の世界に、昭和の時代から外国籍の力士が活躍するようになり、その外国籍で人気だった力士の一人に曙さんがいました。若鷹時代のライバルとして武蔵丸と共に重量感のある体格を生かし活躍しました。若鷹と共に当時の相撲人気に貢献したのは間違いないでしょう。曙さんは1988年に初土俵で、1992年7月に大関昇進し、1993年3月に横綱になりました。幕内優勝は11回でした。引退後は東関部屋を引き継ぐと思われていました。親方や相撲協会との関係がうまくいかずに、2003年相撲協会を退職しました。総合格闘家では敗戦が多く、2005年からはプロレスラーに転向しました。プロレスラーとしては2005年埼玉スーパーアリーナで行われた WWE スーパーショーでビッグショーとのコンビで初優勝しています。2015年には株式会社王道を設立し、所属レスラーで興行しています。相撲協会からも離れていますので、テレビ等では姿を見る機会がなくなりました。現在は何をされているのか、今回は曙さんの現在の状況についてお伝えしたいと思います。曙さんの現在の状況に関しては最新情報はありませんでした。2017年4月11日に体調不良を訴え、病院に搬送されて以降、寝たきりでリハビリ生活をしていると言われています。実際にネットで調べても、曙さんはここ数年ニュースにもなっていません。いろいろ調べて最新と思われるのは2019年12月19日のネット記事です。曙、病を押して故東関親方に最後の別れ、早すぎる別れに悲しみは広がった。13日血管肉腫のため41歳で死去した東関親方の通夜が18日高砂一門葬として営まれ、葬儀委員長は八角理事長。通夜が行われた昼頃には、兄弟子にあたる元横綱明けぼのが高砂部屋に訪れています。一昨年急性心不全で入院し、現在も闘病生活を続けている。それでも東関親方の死去を電話で伝えると、部屋に行くと即答し、病を押して弟弟子に別れを告げています。この記事は2019年12月19日のトースポの記事です。記事によると、2019年12月13日に亡くなられた東関親方の通夜が18日に行われたことを報じる記事です。東関部屋は曙さんが現役時代に所属していた部屋です。これ以降、曙さんのリハビリ状態を伝えるような記事は確認できず、2019年のお通夜に参列したニュースは最新の報道になっています。曙さんが東関親方のお通夜に参列した時の画像は1枚だけ見つけることができました。報知新聞で報じられたニュースでは、振り分け親方等と一緒に写る曙さんの画像です。急死した東関親方の弔問に闘病中の元横綱明けぼのさんが来た。振り分け親方に部屋を頼んだぞ。悲しい早すぎると静かに語りかけ、何度もタオルで目頭を覆った。弔問に訪れた東関親方の早すぎる死に、明けぼのさんの悲しむ姿を報じたニュースでした。関係者と一緒に写った画像には、明けぼのさんは車椅子姿でした。画像を見た感じでは元気そうに見えますが、まだまだ自由には動けないようですね。あけぼのさんはプロレスの試合後に急性心不全で福岡県内の病院に入院し、現在も記憶障害があり闘病中のようです。そのあけぼのさんは東関親方の通夜に参列したことも
記事内容で報じられています。記事内でもあけぼのさんの現状に触れていて、現在も闘病生活を続けていると書かれています。おそらくこの記事は公の場に現れたあけぼのさんの最も新しい記事ではないかと思います。大手メディアがあけぼのさんの状況を報じたのは2019年12月19日の記事に登場したのが最後のようです。この報道から2年半経った今も最近のニュースは報じられていないことから、2022年もリハビリ生活になっているのは間違いないようですね。2022年のあけぼのさんの状態については想像ですが、現在も闘病生活とリハビリ生活を続けていると思われます。すでに5年以上闘病生活を送っていることになりますね。最初に入院した時などどのように報じられていたのかを振り返ってみたいと思います。しかしほとんどの記事はすでに削除されているので、当時のネット記事はほとんど残っていないようです。詳細な内容で残っているのは2チャンネルのまとめ記事や個人ブログや芸能ブログ記事の写しが残っている程度です。当時のブログ記事です。プロレスラーで元横綱のあけぼの太郎さんは福岡県内の病院に緊急入院していることが分かった。福岡県内で行われた試合後に体調の変化を訴え、救急車で搬送されました。当時は10日間ほどで退院できる見込みです。現在は薬で眠っている状態。懸命な治療が行われていて、家族が病院に駆けつけ回復を祈っている。あけぼのさんの入院のニュースは2017年4月16日に報じられていて、実際にあけぼのさんは入院したのは4月11日のことでした。入院が報じられた当時は SNS はたくさんのニュース報道の引用投稿がありました。100件以上の投稿を確認できます。その後の続報はなく、あけぼのさんはすでにプロレスラーとしての活動をしていたので、プロレス界で話題になる程度で、世間的には SNS も沈下する形になりました。その後の報道としては、あけぼの太郎右膝蜂窩織炎と感染症で療養緊急入院報道を否定。福岡県内で行われていた試合後体調不良で緊急入院したと一部報道でしたが、事実は大きくかけ離れている部分がございました。この場を借りて訂正し、事実のみ報道させていただきます。4月18日に第一報は報じられました。しかしわずか2日後に上記のような訂正報道でした。この記事の内容からすると、病院へ搬送されたのや入院について否定する内容となっています。あけぼのさんは罹患したのは右膝の蜂窩織炎と感染症。蜂窩織炎は細菌が原因で炎症を起こす症状で、力士には多い様です。あけぼのさんの関係者の発表により、大手のネット記事でも命に別状はなく入院もなく療養中と報じられました。 SNS でもこれらの記事の引用ツイートであふれます。あけぼの緊急入院で死亡説まで出た。真相は蜂窩織炎。ところがこの報道は終わりませんでした。19日にはまた状況が変わりました。一時は心停止、病にも打ち勝ってほしい。あけぼのさん巡業先で緊急入院、本当の容体。緊急入院報道、あけぼの太郎の本当の容体を関係者が語る。このようなネット記事がありました。あけぼの太郎福岡県内の病院に入院したと文春オンラインが報じた。容体はかなり難しいと聞いています。事情を知るプロレス関係者の話です。 SNS ではこの文春オンラインの記事であふれることになります。緊急入院報道、あけぼの太郎さんの本当は危ないを関係者が証言。あけぼのさん巡業先で緊急入院、本当の容体。上記のような投稿が確認できます。ただしし、これ以降の関係者の続報も文春の続報もなかったようです。 SNS も1週間ほどで話題は出なくなり、
あけぼのさんの入院に関する投稿も急激に落ち込んでいました。元横綱のあけぼのさんの容態は心配です。全く報道されていないです。容態回復はしているのでしょうか、もしくは悪化しているのでしょうか。私はプロレスのあけぼのさんも相撲のあけぼのさんも大好きです。あけぼのさんのファンの方は報道されないので心配されていたのでしょうね。やはり当時は力士を引退にて15年以上経過しており、プロレスラー転向後3年以上経っているので、その関係者の間でしか話題にならなくなっていたようです。2018年3月9日付、日刊スポーツは初めて報じました。あけぼの太郎さんは生命の危機を乗り越え、リハビリし、必ずリングへ、必ずリングへ戻る。元横綱でプロレスラーのあけぼの太郎さんは都内の病院で懸命なリハビリを続けている。昨年4月に急性心不全で入院し、生命の危機もあった。昨年10月からリハビリを開始し、10メートル移動なら自力で車椅子を動かせるようになった。まだまだ長い道のりです。再びリンクに上がることはあけぼのを支えている。倒れてから1年が経とうとしているあけぼのさんは都内の病院で入院生活を送っていることが分かりました。2017年9月16日のあけぼのさんの入院報道から約1年後の2018年3月9日付の日刊スポーツの記事で当時のあけぼのさんの状態が報じられました。おそらく独自取材の特ダネだったと思います。この記事で1年前の報道の真相が明らかになりました。2017年4月の報道からずっと入院していた。4月12日に体調不良を訴え、病院到着後に急性心不全に陥り、心停止状態になりました。蘇生まで時間がかかり、一時家族は死を決意されたようです。蘇生まで37分くらいかかり、その影響で軽度の記憶障害は残り心身の不調が続いたようです。当時210キロあった体重は150キロまで落ちたようです。2017年10月からリハビリを開始し、10メートル程度の距離を車椅子で移動できるようになっていますが、自力では車椅子にはまだ座れないようです。結果的に文春が報じた内容は正しかったことはここで証明されることになりました。現状はここまでひどい状態になっていたことを知る人は少なかったようです。ネット記事を見た人はこの報道を知ることはなかったそうです。実際に多くの人はあけぼのさんの闘病生活を知るのはやはりテレビで現状が放送されたことです。ある番組に出演した花田勝さんは闘病生活中のあけぼのさんに対してエールを送ったことを報じています。あけぼのさんのことに触れていますが、2018年9月に放送された番組内であけぼのさんを見舞ったことを振り返っています。報道記事が出た半年後の2018年9月28日 TBS 今夜解禁 The 因縁という番組で、あけぼのさんの現状をお見舞いに花田勝さんが訪問した様子を放送されました。大相撲元横綱の3代目若乃花花田勝さんも爆報 The Friday に出演。今夜解禁 The 因縁でプロレスラーあけぼのさんとの再会した際の葛藤を明かしています。これまでは数点の写真だけの報道でした。この時初めて動く姿を放送されることになりました。あけぼのさんは入院当初37分間心停止した影響で脳障害があると紹介しました。具体的にはこれまでの記憶は断片的に抜け落ちてる状態のようです。花田勝さんが見舞った時には記憶はすぐに戻ったようで、当時の思い出を語り盛り上がる場面も放送されています。さすがにテレビで放送された影響は大きかったようで、この放送を見て多くの人はあけぼのさんの闘病生活を知ることになったようです。あけぼのさんは寝たきりで口を開けたままリハビリしているとか、聞いてないよ。
あけぼのさん、リハビリ頑張れ。こんなこと起きていたなんて。若鷹ブームの裏で、あけぼのさんの大ファンだったよ。あの優しい日本語が好きだった。倒れて、もうリハビリの日々だなんて知らなかった。放送を見て、あけぼのさんの闘病生活を知ったことを投稿される人が多くいました。この報道後の1ヶ月後には、山田邦子さんも病室を見舞ったことがニュースになっていました。あけぼのさんは緊急搬送されたのは2017年9月16日のこと。2017年3月31日に放送された今夜解禁ザ・因縁に出演していました。過去に相原優さんと婚約し結婚間近と報道されました。結局破局となり、この婚約破棄の件で当時のことを振り返るという企画で、あけぼのさんと相原優さんは共演したのでした。相原優さんに問い詰められ、あけぼのさんの表情にドキ。相原さんのなぜきちんと別れを告げてくれなかったのかと問い詰めの言葉に、あけぼのさんは怒りの表情だったようです。二人は二十数年前、結婚まで秒読みと言われたほどラブラブな関係でした。相原さんは結婚準備のためたくさん抱えていたレギュラー番組を整理していきました。あけぼのさんは優勝インタビューで、愛しているというつもりはない、結婚するつもりもないと相原さんを拒絶する言葉でした。相原さんは一度も本人から別れを言われたことはない、一番信じていた人に一番裏切られたと当時を振り返っています。円満な別れではなかったので、番組内では険悪なムードでした。この放送から12日後、あけぼのさんは生死をさまようことになります。何か因縁めいていますね。あけぼのさんの現在について紹介してきました。あけぼのさんは相原さんと破局した後結婚され、3人の子供さんがいます。一番上の長女さんと長男さんは社会人と思われます。次男さんも20歳くらいだと思います。あけぼのさん自身は働くことはできていません。また奥様は看護でずっと一緒なので仕事はできないでしょう。入院するまではプロレスラーとして活躍していました。王道というプロレス団体を設立して、複数のプロレスラーと共に興行活動を行っていました。また個人でステーキハウスを開業しています。あけぼのステーキというステーキハウスを関東圏で複数店舗営業していました。あけぼのさんが入院した後もお店は営業していたようです。しかし2022年前後に全店閉店しています。おそらくコロナの影響もあったのでしょう。これらの状況から察するに、あけぼのさん自身では現在収入はないと思われます。入院してからはおそらくですが、家族や友人、知人からのサポートを受けて現状をしのいでいるのかもしれません。2022年で、あけぼのさんは53歳になります。必死にリハビリを行っているのは、またリングへ戻りたい気持ちからでしょう。しかし、さすが年齢的なこともあるので、試合に参加できるレベルの回復は難しそうですね。数年前まで、レスラーとして元気な姿を見れただけに、現在の姿はやはり衝撃ですね。あけぼのさんの選手としての復帰は、難しいと思いますが、一日も早い回復を祈りたいです。最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。